えー、それではこんにちは、えー、時間になりましたので始めたいと思いますあの熊本地震をきっかけにですね地震とかあるいは地震防災の関心が高まっていますがそのシリーズの一環として今日は東京都の危機管理官の田辺喜史郎さんにお話を伺います、まあ、首都直下地震の備えということでお話をいただきますが田辺さんは 1980年に陸上自衛隊に入隊されまして、第3次東ティモール施設軍長、それから陸上幕僚幹部装備部長、第9師団長、北部方面総監などをお務めのあと、2015年から現在の東京都の危機管理官を務めていらっしゃいます。えー、最初に 田辺さんにお話をお伺いしてその後皆さんからのご質問やご意見をお伺いしたいというふうに思います私はあの今日の司会を担当させていただきますが、えー、記者クラブのあの企画員をしております NHK で地震防災とか災害を担当している山崎と申しますよろしくお願いしますそれではよろしくお願いします、えー、ただいま紹介を受けました危機管理官の田辺と申します えー、本日はこのこのような機会をですね。与えていただきまして、誠に感謝を申し上げたいと思います、えー、座らせてえ喋、ー、らせていただきます、えー。先ほど紹介ありましたように。私はあのー。昨年の4月からあのー、東京都の方でお世話になっておりまして、菊花2巻をやっております。それまではですね。まあ、震災対応と言いますと。 陸上幕僚幹部の装備部長をやっているときにです、ね、3.11東日本大震災のときに、ロジスティックのです、ね、担当をしておりましたので、自衛隊への10万人体制への後方支援と、そして民間物資が当時、あの避難所に届かないということですね、これは自衛隊が全部届けろという話で、まあ、そういうオペレーションですね、緊急オペレーションを。 後ろの方でいろいろ統括をしながらやっておりました、でまたあの私事なんですけれども、実はあの私はあの工学博士を取得しておりまして、実は耐震工学で取得をしております、まあ、液状化が一応専門ということで、まあ、そういう面もあってあの、東京都にお世話になるというのは、オペレーションもよく分かっている、それからし震災対応といいますか、そういう災害対応ですね。 これも分かっているということで、まあ、そういう面であの今、仕事をさせていただいております。はい、今日ですねあの、首都直下地震への備えということで、5つの項目についてご説明をさせていただきたいというふうに思っています。まああのこの震災 というか、そういうレベルがありまして、でなおかつ、その地震が起こる前にどういう対策を打つのか,か、起こってどのように対応するのか、そして復旧、復興ですね、復興を見据えてどのように対応するのかという、その時系列で全くやることが変わってくるということですね、そしてまたその担い手は、ですねあの行政機関だけではなくて、住民の皆さんも全部関わりますので、まあ、ここは自助、共助。 工場と言われている、その担い手がさまざまにおられるということです。そして、その対策等もですね、あのハード的な対策あの、建物を強くするだとかですね、えー、燃えにくくするだとか、そういうものだけではなくてですね、えー、地域の住民の皆さんの連携を図っていくだとか、能力を上げていくっていうハード面、あソフト面ですね、まあ、そういうさまざまなその取り組みが、 同時に行われないといけないということで、ですねまあ総合格闘技とこう申しますか、非常にその後半多岐にわたる内容になりますま、そういう面でですね、あの,今日のお話はえ物語風に,にしたいんですけども、どちらかというと、抗議風な形にならざるを得ないのかなと思って、その辺はですねご容赦願いたいなというふうに思います。はい 東京都で,です、ねあのまあ、想定されている危機、まあ、災害としては、えー、この地震だけではなくてです、ね、さまざまなこうタイプがあります、まあ、これは4小限ですね、あの横軸を自然災害から人員災害の横軸、そして縦軸を従来からあるような災害、そしてまあ時代の変化に応じて、えー、新たに出てきた。 いや取り組まないといけないような災害というふうにこう分けてみますと、えーまあ、地震は、えー、ここの自然災害と従来の災害ですね、まあ、その他に、えー、風水害、火山噴火等がございます、まあ、最近はですね、じゃあトピック的なのは、もう今、まあ、ここはサイバーとかありますが、あのテロですね、まあ、そういうものも基本的には対応していかないといけないと。 そしてオリンピックを見据えてくると、このサイバーテロが多分多くなるんでしょうという形で、さらにそれが大規模な事故災害につながっていくと大変なことになってくるんだろうなと。こういうところをにみつつですね、全般的にですね、やっぱり捉えていかないといけないという時代です。 まあ今、リオでは騒がれてますけども、自家熱だとかいろいろありますけども、感染症もですね、これの対策、そしてそれの対応ですね、こういうものもすべて危機管理、災害対応という形でですね、あのー、しっかりと東京都としては取り組んでいるというところでございます。今日は、あのー、首都直下の地震ということについてご説明をさせていただきます。はい。 緊急地震速報ですというのが、多分 NHK の山崎さんの方からこうあるかと思いますけど、もし地震が起こったときには、首都直下地震ですね、えー、30年以内にマグニチュード7クラスの大地震が発生する確率が70%ということで、今起こってもおかしくないわけです。ですから今、今、えー、緊急地震速報です。えー、大きな地震が来ます、えー。身の安全を図ってください。 多分こういう報道がまず入るんだと思います。そして皆さんの携帯はどんどん、あのー、その速報がですね、なると思います。では、今皆さんどんな行動を取られると、取られるんでしょうか。まあ少しですね、そこを、あのー、いろいろイメージをしながらですね、今日のお話を聞いていただけるとありがたいなと思います。今、多分地震が起こると、 ここで身の安全をどう図るんでしょうかそして皆さんは次の行動は何をしないといけないんでしょうかで首都直下地震になりますと関東大震災の時はですね同時にマグニチュード7.9クラスですけども双子断層地震では双子の地震がトラフのところでですね起こって その後、内陸型の地震が1分、3分後に起こっているというふうに最近分かってきているところなんですけど、えー、要は5分間ですね、連続して揺れていたということです。で、この今想定されている、えー、首都直下ですと、えー、この地,地域だと震度6強です。これが約5分間続く可能性があるということですね。 震度6強と言いますと、もう立ってられません。まあそういうのが続いた後に、じゃあ皆さんはどういう行動を次取るんでしょうか。というところですね。仕事を優先するのか、家族の安否を確認するのかですね。様々なことをしていかないといけません。そしてもう一つがですね、多分、あれをやっとけばよかった、これを準備しとけばよかったという後悔が出るんだと思うんですね。でだからそこの後悔をしないことが事前の準備で、 えー、今から何をしないといけないかということをよく知っておくことが災害対応という、ですねそういう部分の大きな分かれ目になってきますので、そういうことを今日ちょっとお話をさせていただきたいと思います。はいえー、幸いなことに、ですね東京では、えー、最近、えー、大きな地震はありません、えー、特に土砂災害とかですね。 えー、26年の2月には、いや、これもちょっと異常気象なんですけど、大雪が奥多摩のほうで降りまして、えー、孤立、村の孤立が発生して、まあ、そこで災害対応してると、そして、えー、26年5月には山林火災ということで、すね地震だけではなくてですね、えー、そういう災害が都内ではやっぱり起こると。 というとこです、まあ、これは23区ではないんですけど多摩地区そして東照地区では頻繁に災害が起こる可能性があるということですね。で、まあ、昨年5月30日、えー、実は東京都でマグニチュード8.1の地震、震度5強が観測をされています。これは 小笠原諸島で発生した地震ですので、都内ではほとんど影響ありませんでした。震度4が出たので、出たぐらいですかね。まあでもマグニチュード8.1、そして5強というとですね、えー、これは、えー、もし23区内で起こると、災害対策本部までは行かないまでも、えぇ、ー、危機管理対策会議は立ち上げて、えー、当然、その、 状況を把握しながら対応していくっていう程度あのぐらいの災害ですから、まあ、私も都庁に駆けつけましてその状況を確認するとともに、ねまあ、知事と連携しながらさまざまな知事の指示を受けながらさ、ね、まざまな対応をしておりましたまあ本当ですね、えー、寸止めって言いますか、えー、いやこれがあの直下型ゃなくてよかったなというぐらいですね まあだから何が起こってもおかしくないというのを確保しながら、やっぱり東京で暮らす必要があるんだろうなというふうに思います、はいまあ、でもと、じゃあ、そういう経験してない東京がです、ね、どのような対策を取っているのかというと、やはり関東大震災のお約10万人が亡くなられたその災害です、ね、約その9割。 9万人ちょっとがです、ね、火災で亡くなられているという教訓から、まあ、東京都はずっとです、ねえー、防火対策そして耐震構造のです、ねえー、建物を強くすると燃えないとそういうふうな対策をずっと取っておりますがそのほかにもさまざまなその震災の教訓を入れながらですね 対策を取ってきているところです。まあ、過去の大震災における主要な教訓としてはですね、えー、阪神淡路大震災ですね、21年前ですけども、え、これは都市型の災害ということで、いや、東京都の災害対応に極めて、え、教訓事項が多かった地震であります。 建物の耐震化をしっかりしないといけない、そして高速道路のです、ね、橋脚部分とかですね、そういうところはしっかりとやらないと、道路を塞いでしまうとかですね、まあ、そういうところです、さらには、自助・共助、やはり、あのー、助かった方の、お 生き埋めになって助かった方の98%は自助・共助の力で助かってると公助ではなくてですね、まあ、そういうところで自助・共助が重要性が騒あの強調されたというような世界ですねで東日本大震災では津波被害なんですが実は東京都では、えー、約300万人が帰宅困難になったとこう言われてましてやっぱりこれは、えー、首都ならではの,その災害対応首都 あのをしていかないといけないんでよとそういうようなことが教訓として出ていますその他にはやっぱり武士の,おがの搬送が滞るとかですねそういうものがありますのでそういうものをしっかりと対策を取りながら、えー、対応の準備をしていこうというふうにしております熊本地震四月に起こりましたですね 東京都も実はこの地震に対しまして素早く支援体制を引いております、えーまあ、今回の地震では、えー、前震と本震というのがありまして、まあ、前震ではマグニチュード6.5ということで、えーまあ、震度7は出ましたが、えーまあ、そんなに、まあ、9名の方が亡くなられて そんな益ケ以外は、ですね熊本が若干ですけれども、そんな大きな大規模な被害は出てないんですが、そこには警察、消防をはじめとして、ですねあの人命救助の支援体力を東京都としても派遣をしております、そして16日にはですね本震マグニチュード7.3、これが発生したときは、これが震度7の地域が2カ所出て、 さらに東西を横断する主要道路がですね分断をされる等の,ですねあの被害が出てますので、これは大きな被害だろうなというところで、さらには東京都としてもさまざまなですね支援体制を引いて、医療支援とか、インフラの復旧支援だとか、行政職員の支援。 まあそういういものをやってきてきおります、はいまあ、これは益城町での被害の状況ですけども、えー、まあ震度7で2回倒れたというふうに言われておりますが、まあ、最近いろんなところが調査に入っていますと、まあ、これが全部その同じ地域で同様に倒れていたんではなくて実はまばらにその倒れていたところがある。 そして生き残った建物もあるということですね、まあ、この辺の教訓は事故ですね、どのように東京都として反映していくのかというのは、まあ、各種の報告なり、そして専門家のご意見を聞きながら、ですね、まあ、しっかりと対応していきたいというふうに思っております。はい、えー、その次は、阿蘇大橋も流されたその土砂災害ですね、まあ、あの東京都もその土砂災害危険地域というのはたくさんありますので、 多摩地域をはじめとして23区内にもございます、まあ、そういうところのしっかりとその崖崩れの対策とかですね土砂災害が起こらない対策をしっかりと打っていく必要があると思っております、はい、それから今回特徴的なのはですねあの当初から、えー、九州地区で、えー、熊本で地震があったんですけども、えー、九州地区連合っていうのがありまして えー、今年は大分が幹事件、あ今年大分が幹事件だったんですが、えー、大分が調整をしながら、熊本の行政を支援していくという、素早く対応を取っていたと、そして、えー、そのほかにも、えー、九州と関西が連携をして、えー、何かあったときは協力するぞ。 でこういうその協定を結んでおりましたので、その協定の中で、さまざまな行政職員が直ちに支援に入っていると、こういうことをやっております、で東京都は全国知事会の枠組みで,です、ね、しっかりとその熊本県、そして特定のです、ね、南阿蘇市というところがあと出てきますけれども、 ここはもう少し行政機能がパニクったということで、まああの大島の災害とかさまざまな災害において対応の経験がある東京都から仕切れる職員を出してくれということで、まそういう個別の対応もしてきているところです。まこのようにですね、あのここに示したようなさまざまな分野で多くの職員をですね派遣しながら。 実施をし、そしてまた物資の支援もですねあの、足りないところは九州で賄えない、関西で賄えないところは、東京からも支援をさせていただいているというところです、まあ、現在もですね、り災証明書の発行手続き、そして建物訂正、道路のです、ね、復旧の支援とか、 まあそういう技術的な職員をですね、あの継続して交代をさせながらですね、派遣をして、被災地の支援をさせていただいているところでございます。はい。これが、えー、もの,のの支援ですねあ。あの、やはり、あの、避難所が今回ですね、 熊本地震でも避難所が結構使えない避難所も出てきてそしてなおかつあの余震が非常に多かったということで車の中で、えー、寝泊まりをされた方が非常に多いということでそうすると駐車場地域に車が集中してる特に夜ですけどもねそうするとやっぱトイレが足りないとか、まあ、そういうところがあってトイレの 備蓄ですね、これを九州に送るというようなオペレーションをしております、やはりあのトイレというのは、必ず生理現象ですからありますので、非常に重要な物品だというふうに思います。これはですね、当庁の屋上から職員を南阿蘇村へ発見をいたしました。 これは発災してです、ね、実はちょっと遅れたぐらいなんですけども、先ほど言いました南阿蘇村へんです、ね、あの職員を派遣したオペレーションでございます。えー、実は南阿蘇村のです、ねえー、職員の方々が震災対応をされていたんですが、えー、職員の8割が、えー、実は被災、あの、被災。 避難所の運営に当たってたと。こういうことで、まあ、100人ぐらいしかいない職員の80名ぐらいが避難所運営ですね。そうすると、十数名で、えー、災害対策の全般をやらないといけないということで、もうほぼ、あの機能停止に陥っていたんではないかと思いますけれども、まあ、そういうこともあり、えー、全国知事会の方からですね、ぜひ、あのー、 南阿蘇村の,その災害対応をスムーズに進めるようにあの東京都から支援を出してもらいたいということですね、えー、九州地区でも関西地区でももう手一杯になってきているということで、まあ、土日もがあってなかなか職員も集まらないということで急遽金曜日にです、ね、あの派遣をしてもらいたいというのが午前中に来ましてもう昼には。 ヘリコプターで、えー、午前中に要員を指定をして、えー、昼にはすぐヘリコプターで現地に送り込むと、えー、そして遅れ,遅れながらも、えー、その他、あのー、新幹線とかですねそういうもので、えー、土日に彼らを支援できるような形で、えー、クイックリスポンスですね、まあ、対応していくというようなオペレーションも東京都としては対応してきました。はい これが南阿蘇村でその現地指揮所ですねあの,の立ち上げをまずやってるとこで後ろのユニフォーム見てもらえば兵庫っていうのもこうありますですねでいろんなところから集まっては来てるんですけども基本的にはあのそれを仕切っていくっていうのは非常に難しい話なんですね知らない人たちが急に集まってそこでじゃあみんな力を合わせてやりましょうっていうのはあのよほどそこのやっぱり経験者 がいかないとなかなか仕切れないものだと思います。まあそういうところを調整しながらですね、しっかりと対策本部を立ち上げ、そして、えー、あの段取りよくですね、あのしっかりと住民への対応、災害のそして対応ができるというような形になったというふうに聞いています。はい。えー、最初にですね、防災は総合格闘技だと。 まあ総合格闘技だというふうに言いましたけれども、基本的には自助、共助、公助というのが必要で、えー、極めて重要なんだというところで、自助だけでもだめだし、共助だけでもだめだし、公助だけでもだめだし、これが同時に、ですねやっぱり総合一体化して、やっぱり動かないと、震災対応っていうのはなかなか難しいというところをですね、え。ー 今のところ大きな教訓としてですね、これは変わらず出てるんだろうなと思います。まあその、その他の教訓としては、先ほど言った今受、受援支援体制ですね、これを東京都としては今後しっかりと詰めていかないといけないなというふうに思っています。今支援する側ですから、我々の行政機能はパニクってないわけです。パニクってない中で支援するので、そこは、あの、ゆとりがある中でやるんですが、今度は、 えー、首都直下が起こったときには東京都は被災してます、だから都庁の職員のみならず、うそして区市町村ですね、えー、今回の熊本地震では5つの市町村の庁舎が、えー、壊れて使えないという状況ですね、だからそこから移転をしながらオペレーションをしないといけない、だから東京都もまだまだ、えー、100%耐震化はできていませんので、 えー、区市町村レベルではですね、だからそういうところがやっぱり被災したときには、やっぱりしっかりと他の地域から支援を受けていくというのを事前にやっぱりしっかりと計画をしておく必要があるんだろうなというふうに思っております。はい、で続きまして 首都直下地震のです、ね、被害想定というのは、えー、どのように捉えているかというところをです、ね、今からちょっと具体的に入っていきますが、えー、今回の熊本地震で,です、ね、あの断層型地震これ2回来たねということで東京都は大丈夫かよとこういうふうにこう言われておりますが首都直下地震の見積もりも甘いんではないかと。 いうふうふに言われております、まあ、あのどのようなその想定をしているのかという基本的なところをこうご説明しますけども首都直下地震というのはですねあのこ日本には4つのプレートがあるんですけども北米プレートですねからユーラシアプレートからフィリピン海プレートですねから太平洋プレートから4つが日本のところには集中してますが首都のところにはですね えー、北米プレートのおーが上にありまして、えー、右側から東側から太平洋プレートが滑り込んでいるとそして南側からフィリピン海,あフィリピン海のプレートがこう入り込んでいるというところで、えー、その地域で、えー、要はプレートのおー内部で起こる部分そしてプレート同士の境で起こる部分ですね。こ,こに 2番6番4番のようなです、ね、まあこれが、えー、基本的にはプレート境界の直下型地震とこのように、えー、捉えて、えー、おります。えー、まあ,あのその他にもおその首都直下といいますとですねあの他の地域でも内陸型地震とか言うんですけども、まあ、内陸型地震でもあるわけです。 それが首都のところで起こってるので首都直下こういう名前で起こってるというふうに見ていただきたいと思いますでこれとちょっと違うのが要はその海溝型地震ってこういわれてますね要はプレートのえーまあこれがもう少しこっちのところで言うとこの辺の海溝のところにプレートのベロロの先っちょがあるんですけども それがぐーっと押し込まれてペンとこう戻りの跳ねる時とかですねまあそういう時が基本的には海溝型地震ってこういうふうに言われていますまあその海溝型地震というのが3.11で起こったその大きな地震につながってますし南海トラフもこの海溝型地震ですそれに比較して内陸型首都直下というのはまあエネルギー量は少ないということで マグニチュード7クラスを見積もっているというところであります、はいえーまあ、東日本大震災を踏まえてです、ね、この被害想定も東京都としては平成の23年4年ですかねこう見直しておりますその視点というのはですね、あのー 最新の知見を反映するということで、実はフィ,リピンフィリピン海プレートがもう少し浅い位置にあるんじゃないかっていうふうに言われ始めまして、従来の想定よりも浅い地域で、えー、のモデルで、えー、首都直下のシミュレーションをしています。だからその分だけですね、被害がやっぱり大きくなって、えー、震度7というエリアが、えー、想定上初めて出てきたというのが。 今回の見直しですね、まあ、震度7のエリアといいましても江東区と一部の江東区とそして大田区の羽田のとこですかね、まあ、あの非常に地盤が弱いところがやっぱりそういう形になっていますそのほかにも客観的なデータですね火災の想定だとか地震モデルっていうのは過去のその経験等に基づいてデータを データ史の指揮をですね修正をしてより実態に即した被害想定に変えているとさらにはえやっぱり東日本の大震災では津波被害というのが非常に大きかったということでまあ首都直下地震では津波自体は品川ぐらいで大体1メーーぐらいしかこう出てこないんですけどもえそれで設計しててはだめだよねと。 2番目に書いてある海溝型地震、ですね元禄型のマグニチュード8.2相模トラフが動いた場合と、これが一番、えー、津波の高さがでかいということで、えー、この想定で東京都は津波の対策はこちらの想定で実施しているとこういう形になっています。そのののにも立川断層のところでの発生 の地震もいろいろとシミュレーションしながらやってるというところであります。はい。で、東京都の被害想定ですね。えー、この三つありますけども、被害想定と東日本と阪神淡路でこうありますけども、大体車、えー、冬のですね、えー、夕方、えー、風速八メーターで、えー、やっております。<laughs> まああの被害が一番、夏もあるんですけども、夏、春、秋、冬でえ被害の想定をやってみると、冬の夕方っていうのが、一番その被害の大きい形になります、暖房を使っていると、こういうところですね、そういうところが非常に大きな要素としてなってます、え。ー その場合が死者が約1万人、負傷者約15万人ですね。で、建物の全壊が約30万棟というふうな形で出ております。まあ、これは他の震災に比べまして、まあ、津波がない分だけ死者というのは少ないですが、やはり、あの、火災等も含めてですね、あの、建物の倒壊、それから、あの、死者の数が、 まあ多いということで、まあ、これをやはり、これに対してどうあの人命を守っていくのかということと、さらには被害を、これ、想定は想定なんですけれども、これに対して事前対策を打つことによって、この被害を減らしていこうという対策をしっかりと取っていこうという形でやっております。はい、えー その他のケースも先ほど言いましたけどその他のケースだと、えー、首都直下よりも被害が少ないということで、えー、首都直下で基本的に対策を打っておけば、えー、他の地震に対しても対応できるとこういう考えでやっております。はい、これが4つの被害のとこですね先ほどの、まあ、震度7って言ってもほとんど見えないぐらいです赤,赤なんですけど震度7っていうのは。 えー、こことここにちょろっとこう出るぐらいです。はい、から木造ですねあの、ちょうど先週ですか、先ほどハブさんから聞かんお聞きしたんですが、先週、荒川とか、いろいろその木密地域を研修されてきたというふうに伺っています。まさにその地域では 全壊もする可能性が極めて高い地域であります、まあ、地盤も液状化をしやすいというところで、まあ、ここの耐震化ですね、えー、不燃化こういう,う事業は今後ともしっかりと進めてい,かい,いくというところでございます、はいえー、この被害見積もりに応じましてこの被害をしっかりとなくしていくそして 災害対応をしっかりやっていく、そして復興もしっかりと見据えてやっていくということを、ですねしっかりと計画にですねやっぱりして、それを一つずつ積み重ねていくということをやっております、はい、これが東京都の防災施策の体系のイメージ図ですございます。えー、と下の軸がですね先ほど言った予防、それから発災したとき、そして復興の段階ですね。 から縦軸がです、ね、具体的な実施計画から、そして理念的なもの、ビジョン的なものがこう含まれています。さまざまなその計画がありまして、まあ、ビジョン的なところを言うと、東京都の長期ビジョンといいまして、やっぱり世界一安,安心、安全な街をつくっていこう、こういう大きなビジョンの中の一つとして、防災対策を捉えてますし、えー、東京都の地域防災計画と、これは要は災害対策基本法で、 法定義務がありますこれはしっかり作れとこういうふうになってましてこれも地震だけではなくて風水害それから火山大規模事故などにおいてもこの計画がすべてありますでこの計画に基づいてこの細部のまあ基づいてって言いますか細部の計画も えー、ここの防災計画と連動してまして、例えば建物の耐震改修促進計画とかですね、水防の促進計画だとか、さまざまな個別の計画がそれぞれ、えー、成り立っていると、こういう体系でございます。そのほかに、えー、ソフト的な観点で、えーあ、あとはですね、この計画それぞれあるんですけども、やっぱここの全般を通じてですね、 総合的な進捗管理をしていかないといけないと。これがどこまで進んだんだっていうのを明確にしていこうと。特に2020東京大会、オリンピックありますので、それまでにこれをしっかりとできるところは進めていきたい。早く進めていきたいというところがありまして、その進捗を管理する東京防災プランっていうのがあります。これは国でいうと、レジリエンスですね。国土強靭化レジリエンス計画で進捗管理やってますけども、まあそれと、 ほぼ連動したようなな形になっておりそれから BCP ですねいわ、え、ば、ー、BCP っていうのはあの分かりやすく言うと災害対応だけではありません災害対応プラスいつもやってる業務をいつ復活させるんだって普段やってる業務があるんですけども災害が起こるとそれが止まってしまいますでも 止めてもいけないのもあるんですけど、それをどのように回復させるんですか、同時に災害対応もしながら、普段やってた業務というのはどのように回復していくんですかっていうところをしっかりと発災前から計画をしておきましょう、ですから企業でいうと、あの全国から、まあ、あの本社と支社があれば、全国からいろんな応援をもらうんだとか、そういうところの計画を事前に決めておきましょうっていうですね。まあ、東京都も それぞれの BCP というのを作って災害,だけで災害対応だけではなくて普段の業務をどのように復活をさせていくのか業務ですねまあそういうところをしっかり作っていきましょうというところですそれから首都直下地震の対象要領ですねやっぱりあの発災から72時間っていうのはほぼ情報が入らない中であの非常にあの人命を優先したオペレーションになってきますでそこにえ東京都としては 警察、消防、自衛隊ですね。そして、えー、区市町村が62です。えー、そして、インフラ関係の企業ですね。えー、そして、指定公共機関と、えー、連携をしていかないといけない。あとは国とも連携をしていかないといけない。となると、相当なあセクションと連携をしながら、 同時に物事を進めていくわけです、えー、だからそこの、どのように進めていくのか、じゃあ何をあの目標としてやっていくのかっていうところですね、大体すり合わせとかないと、えー、いざじゃあそこで集合して、じゃあ今から決めましょうかっていうことはできませんので、まあ、72時間、大体どんな部署がどんなことをしていきましょうねっていうのを、大体あらあら決めてるのが対象要領でございます。から えーとあとは復興の要領をどうやっていくのかということですね。あの今回、熊本では復興の計画というのは非常にいい立ち上げが、えー、ゆっくりペースって言いますか、えー、東日本よりも、まあ、被害が少なかったっていうところもありますしあの2か月以上はたってるんですけども、まあ、東京都としては、えー、復興会議を1週間で立ち上げて えー、直ちに復興の方針等をですね、やっぱりしっかり示していかないといけないというふうに認識をしています。これはなぜかというとですね、ここが首都だからなんですね、東京はですね、あの世界経済に、日本経済にすべて影響をします、東京、首都、東京は、震災の被害が起こっても大丈夫なんだ、すぐ復活するぞっていうことを示さないと。やはり その将来の日本を左右することになるだろうということでこの辺はしっかりと事前に計画をしですねえ素早く対応できるようにしとかないといけないというふうに思ってますえ阪神・淡路地震の時はですねあの神戸港ありますですねで神戸港の復活がなかなか思わず思わしくなかったそうするとそこのシェアはプサに取られちゃう 韓国に取られて、でその回復はいまだにいい日本一だったのが、そこまで行っていないというところですね、まあ、そうならないようにです、ねあの、しっかりと復興をどのような手順で進めていくのかっていうところは、まあ、こういうマニュアルで、東京都だけではなくて、区市町村も含めてです、ねあの、しっかり連携できるように、えー、やっております。 その他にも、この復興計画の中には、今回、熊本でも滞っておりました住民の皆さんの復興、ですね。要は、り災証明書をどのように発行していくのかっていうところまで含めて、これは記載をして、それぞれの区市町村と連携しながら、普段から訓練でもこの辺を検証し、やっていくという体制を取っております。はい。 えー、細部のところはです、ね、例えば地域防災計画の震災編では、えー、3つの視点と具体的な目標を掲げてやっております、まあ、視点、大きく3つですが、えー、口が酸っぱくなりますけど、自助、公助です、ね、これをしっかりと束ねてやっていこうと、そして視点2としましては、首都機能を守っている、危機管理体制というのをしっかりさせようと。 支店さんはやっぱり早期に復興させようと再生させましょうこういうところですねでそれに向けて被害を軽減させるんだというところと再生の目標をしっかりと定めていこうというところでやっておりますじゃあ具体的にさらに進みますと、えー、目標としましては、えー、死者を約6割6,000名ですね6,000名から避難者を4割減建物を を被害を6割減したいということで、まあ、そのための取り組みとして、建物のまず対人性を向上させないといけない、から不燃化プロジェクトですね、えー、そして河川の保全、津波対策ですね、から消防団等の地域コミュニティのところをしっかりと強化をして、共、え、受、ー、を進めていくと、こういう取り組みをしております。はい じゃあ今、耐震化のところはどういう目標になっているのかというと、えー、庁舎、避難所を含めたですね、防災上重要な公共の建物をできるだけ早期に100%に持っていきたいというところですが、現在14年度末では96.7%というところになっております。まあ特に避難所はですね、3分の2が小中学校というところで、まあこ学校自体はさらに進んでおりまして、98.75%が東京では、 ただ、大化をされておりまして、まあ、避難所のほ、まあ、うは、その中でも進んでいる方だというところですね、そのほか、えー、ここに書いてある目標で、えー、進んでおりますが、えー、2番目の特定、えー、緊急輸送道路の整備は、平成37年度を目標にしてますから、あと10年ぐらいかかりますが、現在80.9%です、から社会福祉保健施設、保育所ですね、これは実は二次避難所になります。 ですからあの要介護者だとか、まあ、そういう方々は一時避難所、要は学校だとかそういうところでの避難生活というのは非常に厳しいですので一旦は避難していただきますがそこから福祉保健施設等へもう一回避難してもらうとこういうことになりますですからそこも耐震化をしっかりしておかないといけないここが大体80.5%ぐらい進んでおります。だから災害 拠点病院、これが87%ぐらいですかね、から住宅が83.8%です、まあ、ここがですね、えー、実は90%ぐらいまで整備されれば、えー、倒壊する建物は50%減るって、こういうふうに言われています、そうすると、死者も大体半分ぐらいになるというふうに言ってます、これをしっかりと頑張っていく必要があるんだというふうに思っております。はい。 えー、次は木造住宅密集地域であります、あのー。これを解消しないとですね、やっぱり火災の炎症が防げないというところで、えー、取り組んでいるところです、まああのー山。山手線外周部を中心にして、この後半に分布しているわけです。まあ、これはあの余談なんですけども、えー、東京都はですね、アジアの地域のその主要な都市とですね、 あの連携体制を組んでおりましてまあアジアネットとこう呼んでますけどもそこであの毎年その政策の紹介があるんですねでその中で防災というのが必ず話題にありますで昨年私昨年は東京都が主催になってまして皆さん東京都に来られて木造地域密集木造住宅密集地域っていう言葉をですねアジアの人に紹介すると 理解をされないと近代化された都市で何でこんなものがあるんですかでこういう話なんですねでまあ,あの私も歴史を調べてみるとやっぱり関東大震災のあとに何でこう木造住宅密集地域っていうのは解消されてないんだろうあの後藤新平のですね帝都復興計画を持ちながらなぜこんなのが残ってるのさらには、えー、大東亜戦争でですね 東京大空襲を受け、その後焼け野原になった後の最高の中でも、木造住宅密集地域が残ってしまった、やはりですね、あの今も解消に向けて進んでおりますけれども、やっぱりその知見といいますか、その権利ですね、ここをどのように整理をしながら進んでいくのかというのは、過去の歴史においても非常に難しいところであったというふうに。 あの認識をしております、まあそうはいつつもしっかりとやはりその時間を,おをかけてでもですねやっぱり予算をかけてでもあのしっかりとそこは対応していかないとやっぱり命は守れないということで、えー、今10年プロジェクトということで、えー、その地域のですね都税の減免あの建て直す人は減免をしますだかししっかり道路の幅を確保していきます。 から地域と一体となってまちづくりをしていきましょうというところをです、ね、しっかりと訴えて、えー、一つずつ積み重ねているところであります。はいえー、それが、えーまあ、パンフレットを今日お配りしておりますが、えー、今日話す内容は大体はこの東京都防災ガイドブックというところに入っているんですが、まあ、31ページ、2ページぐらいにです、ね、この木造地域の、えー、32ページにはどこを整備しているのかというのが書いてありますから。 えー、皆さん住まわれてる地域ですね、どうなんだっていうのは、そういうところで確認をしていただければいいと思います。えー、整備地域の不燃化はです、ね、平成32年で70%ぐらいの目標です、まあ、非常にあのやっぱり土地のですね、やっぱりその取得といろいろ大変なあところが、土地整備局やってるんですけども、大変だというふうに伺っております。かからやっっぱりり道路幅をしし確保して えー、要は飛び火をしないっていうことですね、あの火が燃え移らないためには道路幅を最低でも10メーター,、えー、12メーター以上あれば大体いいってこう言われてますけれども、それと確保していこうというのは100、100%を平成32年に目指すというところで現在取り組んでいるところです。はい、だから支点にです、ね、す危機管理体制ということで、まああのー、やっぱり 行政機能もしっかりしてないと災害対応ができないというところ、えー、そして、やっぱり帰宅困難者というその問題、ですねこの安全を確保しながら、えー、対応しないといけないというところで、えー、自衛隊、警察、消防等とです、ね、広域連携あの警察、消防は全国からこう集まってきます、えーまあ、そういうところとしっかりと体制を組みましょうと。 とというこころと災害医医療療ですすすねこれも全国から D がきままま、えー、な医療体制がきます、まあ、そういうものを東京都として連携をしながら医療活動ができるようにちゃんと体制を取りましょうとから医療活動するだけでは物がいりますよね医薬品とかですねそういうものの供給体制もしっかり整えていきましょうとからやっぱ水道管とかですね そのやっぱりインフラもです、ねえー、壊れない部分を増やしていこうと、こういうところでも取り組んでいくと、から帰宅困難者対策をしっかりしていきますというところで取り組みますというところです、えー、広域、危機、はい、管理体制の強化なんですけれども、まああの、自衛隊、警察、消防ですね、応急対策活動に当たる機関が連携して、 一体となるための手順書って72時間の手順書っていうのを作りましたってこうあ,のありますって言いましたけどまあそういう,う,こう対処マニュアルっていうのがあるんですけどもまあこういうあのところがありまして72時間のときにそれぞれのセクションっていうか機能がどういうことをやっていくのかっていうところを記載したものがありますし。 警察、消防、自衛隊、広域連携で入ってきたところは、どこの地域に入りますよ、どこの都立公園に入ってもらいます、そこを拠点として活動してくださいとかですね、そういうものを事前にこう書いたものを、計画したものを作って対応しております。ちょっと会談をしますので、えー 見ていいただければと思いますから、えー、災害対策本部訓練もですね事業訓練を年3回程度やっておりますがその中でいろんな課題が出てきます最近はですねやっぱり情報が非常にそのない中で、えー、ツイッター情報だとかですねいろんな今度はインターネット情報だとか電話情報だとかあーいろんなものが入ってくるようになりましただからそこをやっぱりしっかり整理していかないといけないそういう情報を逃さずにですね しっかり整理しながらやっぱり見えない中でも見える形にしていかないといけないということで情報収集とです、ね、やっぱ分析をしっかりとしていく体制を整えようというところとからやっぱ物資がどうしてもやっぱ滞ってしまうねだからここをです、ね、うまくさばいてやっぱり避難された方のところに届けられるような調整機能を強化しようということで、えー、今年はここに。ここ の強化を図っているというところです。はい。から緊急輸送ルートの確保に向けた取り組みということで、やっぱ物を運ぶ、そしてその自衛隊警察消防が入ってくるためには、やっぱ道路っていうものがしっかりしてないと、そこの中には入れないわけですね、23区内に。だからそこのルートをしっかり確保する。国はですね 八方向から入ってくるわけで、これ、パンフレットの29ページを見ていただくと、イメージが湧くのかなというふうに思いますが、八方向から都内に国の管理している道路を開きながら、一車線を必ず確保して、2日以内に道路を一車線確保するぞというオペレーションを国は組んでおります。ともそれに連携をして、しっかりと緊急輸送道路を確保していかないといけない。 ただ、総延長がですね、2000キロあるんです。都内の緊急総道路っていうのは。で、2000キロって言いますとですね、九州往復してくる距離なんです。だからその距離を数日で整備し直す。点検し直すっていうのは非常に神業に近いわけですね。まあ、ですから基本的には優先順位をつけながらやらざるを得ないということで、まず人命救助に必要な道路。 災害拠点病院、人命守るための、に優先する道路をですね、48時間以内に国と連携をしながら、都道等をですね、一車線開けていこうと。そして、次の優先順位は被災者支援ですね。要は、物を運んで、物資を、生活のための物資ですね。こういうものを運んでいく道路、これを96時間以内に一車線開けていこうと。まあ、その他、 必要に応じてやっていこうとこういうふうな体制を考えておりますはいそれ,からそれと連動してですね警察のほうでは交通規制が入ります発災すると第一次交通規制という形になりまして環状7号線からですね環7から以内都心方向への車両は通行禁止です で高速一般道、これはルート4、ルート17、20、2467ですね。まあ、この辺が緊急自動車専用路ということで、災害対応に対応する車両だけが通行できると。だその他の車はもう通行止めです。えー、ただ、えー、ですから、その、発災すると、えー、要は道路外に車に乗ってる方は、 道路側にまず止めてもらう。そして23区内ですね、カンナラに入る中の人たちはもう駐車場に止めてもらうしかない。まあ中に入ってて、その作業してる、まああのトラックだとかですね、そういう人たちはもう事業所の目的地まで行ったらそこで車を降りてください。もうそこから走らせないでください。こういうような体制をとっていくということになります。だから第二次交通規制ということで、大体その緊急活動してくる部隊が、 そして体制が取れたなということになると若干、規制を緩めていきます、二次交通規制ということであの災害対応ですね、その他にもインフラの回復を図らないといけませんのでそういう作業をしていく民間の車両等も許可を得た車両がどんどん都内に入ってこられる体制ですね、まあ、こういう二段構えで交通規制をしながら、震災対応をしていこうと、こういうことになって おりますこれ震度6弱以上の時に起こりますので、えー、車を運転されてる方は十分に気をつけてください、あのー、今はえ道路上に放置をすると、えー、撤去することは公的機関がですねあの災害対応のために撤去することは可能になりますので、あのー、昔はその人の許可を取らないと撤去できませんでしたが、えー、3.11以来 え災害対応の邪魔になるということでえそこは撤去できるようになってますまあそういうことにならないように駐車場に入れておいていただくとありがたいなというふうに思いますはいで医療体制ですけどもあの全国からそのやっぱり医療活動に携わる人が来ますですからやっぱり全体をコントロールする,する人をしっかり作ろうということで災害医療コーディネーターというのをお医者さんがですね都庁に 来るようになっております今3名都庁の指定をしていましてその人が全般を見るそして都内を12か所、まあ、離島,島い入れると13か所なんですけどそのエリアに分けてそのエリアごとの災害医療コーディネーターという先生方もおられます、まあ、だからそこのエリアでカバーしきれないところは、えー、都が全体を見ながらお医者さんの配分そして入院場所のですね指定とかですねそういうものをしていくと。 えーいう形をとっております、えー、その他もも医医療医薬品もそういうい体制です。から全ての病院を、ね、やっぱり100%にしないと今回も熊本の災害拠点病院がですね、えー、基本的に停電そして断水ですかで機能できず、えー、病院ごと病院の患者を全て別の病院に移転したというオペレーションを で大変だったということがありますので、まあ、そういうことをないようにしたいというふうに思ってます。から帰宅困難者対策というのがあります、これはです、ね、やっぱりあの、災害対応を、一つはですね、二つの理由でしっかりと対応を取らないといけない、要はもう、かえかえ帰れないでくださいと、発災したら、えー、都内に517万人の帰宅困難者が一斉に発生するんですけども、 えー、基本的には、えー、都内で働いている人は、えー、職場に行ってください、から学生は、えー、学校に行ってください、そして旅行者はホテルに帰ってください、そういう形で、えー、92万人まで、えー、帰宅困難者減らしますけれども、要はです、ねあのー、阪神・淡路のときは、えー 救急車、救急車じゃない、消防車のですね、到着が遅れて火災が広がってるわけです。これは何かって言いますと、安否確認でですね、皆さんが、家族の方が安否を確認するために車でですね、神戸を目指した。そうすると道路が渋滞をして、えー、神戸外から駆けつける消防車が入れなかったんです。一日。 そういうことがあっちゃいけない。そして3.11東京で何が起こってたかっていうことですね。やはりその電車が止まって皆さん駅に溢れ帰りました。で、駅が終了しませんでした。3.11の時はですね。で、どこに帰っていいのかわからない。で、道路を歩き始めた。一方で、えー、郊外におられる方は家族が車で迎えに来ました。そうすると、 道路が渋滞をして、全く動かなくなってしまいました。こういう現象が起こったわけですね。だからそうすると、あの、全国から駆けつけてくる、その消防、警察、自衛隊が、都内に入れないっていう状況になってしまうわけです。で、これは絶対避けないといけないので、3日間は絶対帰らないでください、っていうことを言ってます。で、もう一つは、えー、まあ、阪神・淡路の時もそうなんですけど、 え、発災後に火災が起こる場合と、え、その後、通電火災ですね。えー、電気が通じた後に火災が発生する。そして、余震。で、窓ガラスが割れて落ちてくる。から、看板が落ちてくる。って、こういうことがあるわけですね。ですから、あのー、夜、帰ってると、お 二次被害に遭う場合もありますし、だから自分の人命も危ないっていうことです。ですから、3日間、とどまってくださいっていうのが、えー、大きな目標であります。で、そのためにはですね、やっぱりその場所、とどまっていただく場所を見つけないといけないので、えー、まあ、都の施設も含め、えー、準備をし、えー、民間事業者にも今、お願いをしているところです。えー、そこにまた3日分の 備蓄をしていただいて、その支援をしていくということです。で、さらには、えー、そこの、その避難、一時、うん、帰宅された方々だったですね。あの、そこの避難所に入られる方の訓練もしていかないといけない。そこを運営するのは、その駅前、のですね、周辺防災対策協議会で、駅周辺のいろんな事業者だとか、町内会の人たちが、えー、グループを組んでいただいて、 そこで受け入れてもらう体制を取っておるんですけども、そこの訓練もしっかりしていくということをやっております。から3番目ですね、ライフラインの強化をして、早期回復をしていこうということで、目標は電力7日、通信が2週間ですね、上下水道1ヶ月。 ガス2か月で回復をさせようということで、まあ、あの時間もなくなってきましたので、まあ、電力だとか通信は、これは基本的に民間事業者ですので、まあ、あのさらにこれを早くです、ね、回復できるように、彼らは今、努力をされているところでございます。はい、えー、そして で避難所の安全化ですね、えー、先ほど言いましたように、えー、学校は今、耐震化率を98.75%まで上げて、えー、しっかりとその避難所ができると、から避難所もです、ね、あの要介護者に考慮したような、えー、運営ができるようなマニュアルを整備をしまして、区市町村と連携しながら、またその訓練も実施しているところです。はい から3日間の備蓄をです、ね、しっかりとしていただくということと、えー、輸送体制ですね、これをしっかりと、まあ、トラック協会からターミナルですね、こういうところと協定を結んで、えー、しっかりと物が運べる体制のです、ね、準備をしています。それから備蓄の推進、これまた説明をいたします。えー あとライフラインですね、えー、これもです、ね、あの1ヶ月で回復させようとしてるんですが、今、事前の対策をしっかり取っていって、耐震すぎてだとか、えー、下水化の耐震化、そしてマンホールがですね液状化すると浮いちゃうんですけど、それを浮かないようにしましょうっていうことの具体的な対策を取っています。 まあこうすればまあ三十日までもいかなくて二十日とかですねそういう形になってきます。実は私の専門はこの分野でありまして、大学の時代はこういうところを研究をしておりました。から海岸保全ですね、防潮堤等の整備、そしてあの遠隔操作で水門を閉めていくんですけども、今あのコントロールタワーは去年まで一箇所だったんですけどもう一箇所設けて予備の 場所を設けて、どっちかが潰れてもオペレーションができると、こういう体制に持っていっております、これ33ページのところ書いてます、はい、あとソフト対策で防災訓練です、ここは年4回実動訓練で、2番目のとこですけど、直下型え地震は、これ、夏に、9月ですね、だいたいやっております。 から火山噴火津波対策の訓練は、大体春にですね、島しょ部で実施しています。今年は、えー、あ、訂正、えー、あ、そうですね。今年は11月ですね。秋ですね。失礼しました。秋に実施しています。えー、去年は三宅御蔵島でやりました。今年は大島、都島で、11月の21日にやります。特に大島では30周年ですね、あの火山の噴火、 の全島避難からですね。まあ、その30周年ということで、もう一回、その、また火山が噴火して全島避難な、とかですね、そういうことになる可能性もあるので、しっかりと防災訓練をしたいということで、実施しますので、ぜひ、あの、取材に来ていただければというふうに思います。から、夏の防災訓練は、えー、葛飾、隅田区で、9月4日に実施をいたします。 帰宅困難者訓練は冬2月上旬頃ですが、渋谷でやります。えー、どうぞ来ていただければ。はい。その画面がこれでございます。まあ、ここには地域のですね人形も一緒に参加をしていって、地域住民参加型の訓練にしておりますので、まあ,あのそこで自助共助のですねあのインセンティブを働かしていきたいというふうに思います。はい。 自助共助に向けて、非合からの備えということで、えー、はい、えー、お手元にです、ね、防災ブックを配っていると思います。えー、これは、えー、昨年9月1日にですね、全、えー、都知事の肝入りで、えー、作成をして、えー、配りました。皆さんの自助共助の意識を醸成するために、あの750万部を作成しまして、 100万部出たらベストセラーとこう言われてるんですが、750万部ですから、相当な数だというふうに思っております。これは東京都に住まわれてる方にしか配ってないので、ただ東京で勤務されてる方も多分あの他県に住まわれて東京で勤務されてる方は配られてませんので、今日はぜひそういう方もおられると思って、お配りしておりますので、お使いください。またあの 都内でも今販売をしております。140円で、やはりですね、やっぱり企業のとかですね、ある企業は1万冊欲しいと、これ社員教育で使いたいとかですね、まあ、そういう形で、この教育、これでやっぱりしっかりと、自助共助の意識を高めていくと。でまた、これを配っただけでは仕方ありませんので、はい。しっかりやっぱり学校教育でも使っていって、子供たちをですね、 しっかりとそういう形で防災意識を高めていこうと、これ3.11で釜石の奇跡というのがありますけども、実は東釜石中学校、そして小学校ですね、約2000名ぐらいだったですかね、全あの学校にいた人は全員助かってるんです、海から500メーターぐらいのところに学校があって、津波をかぶってるんですけども、そこの生徒さんたちは全員生き残っています。 一方で石巻の大川小学校はですね、あの校庭にいた生徒た,たちが悲惨なことになりましたけれども、まあ、そこは、えー、群馬大学の片田先生という方が7年間にかけてずっと教育をされてた学校で、えー、想定にとらわれるんだ。まず逃げろ。最善を尽くせで。こういうふうに言われてるんですね。まあ、そういう教育を、やっぱ子どもたち、 にしておくことが重要でで、えー、親は逃げないんですねだからその時も子どもが逃げてるので親が一緒に逃げた地域の人も一緒に逃げたこういう形になっていますですからやっぱり子どもを全員しっかりと教育していくということは将来につながる話で重要だというふうに思っておりますはいから、えー、学校だけじゃなくてやっぱり地域の皆さんにもそういう形で教育を教育っていうかセミナーで え、看過をしていくとともに、あの、東京消防庁の防災官等でも、しっかりと教育をしていくということをしております。まあ、中身はですね、いろいろ。あの、この中に入っておりますので、日常備蓄だとか、そういうところを試していただければというふうに思います。はい。はい。はい。 今やろうというところですね。ポイントで、しっかりとこの10項目、よろしくお願いいたします。あの自分でチェックしてみて、できてるかどうかっていうのは、確認していただければというふうに思いますはいだから、コミュニティがやっぱりしっかりしてないということで、しっかりしてなくなってきてるということで、防災隣組ということですね、まあ、ここでしっかりとコミュニティのあの育成というか、そこを表彰してあの、やっぱり都内のいろんな地域に広げていこうという活動もしております。 はいはいまあ、そこでセミナー等も開いてです、ね、あの実施をしているというところです。はい、から最後にです、ね、やっぱり自助、共助、公助ということで、まあ、あの特に自助、共助が機能するためにはです、ね、情報がなければ、機能しないわけですね、えー、適切なその行動を誘導するためには、やっぱり的確な情報発信が重要だ。だから やっぱりオリンピックを見据えると外国人の方々もたくさん来られてそういう方々にもその安心をしていただけるような情報をしっかりと発信をしていかないといけないということで発信力をです、ね、やっぱりしっかりと整備していくと多様な手段ですねホームページだとかツイッターだとかからデジタルサイネージだとかそういうものを活用しながらですねしっかりと当然あの皆様方のです、ね、公共的な その放送期間もですねあの、返しながら、情報をしっかりと伝達をしていくとともに、多言語化をしながら、えー、そして w i f i の環境とかですね、デジタル、あのそういうもので外国人もです、ね、アプリでしっかりと対応できると、それからボランティアですね、そういうもので発信をしていって備えたいというふもに思います。はい た、まあ、るべき首都直下地震に備えては、ですねやはりあの後半多岐にわたるものを、を特に自助、共助、公助ねしっかりと総合的に発揮できるような体制をしっかりと整えてですね対応していきたいというのが現在の首都直下地震の備えということで、えー、すいませんあの、質問時間が短くなりましたが、えー、ここで説明を終わらせていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました はいありがとうございいました。えー、いろいろあの多角的にお話を伺いましたけれども、ちょっと私の方から一つ教えていただきたいんですが、あの東京都の被害想定を読むと、ですね、犠牲者が多くなるのは、やはりその建物や住宅が壊れて、そこで人が亡くなって、で建物が壊れると、そこの地域はその火災も起きやすくなるみたいな。 こととになってくるとやっぱり地震防災対策の根幹にその耐震化ってのがあると思うんですが、まあ、公的なその建物の耐震化はずいぶん進んでますけれども一般住宅の,その目標が昭和平成32年に95%ですか、はい、でこれ今が83%くらいですから、まあ、まだ5件に1件は耐震化が進んでないでここ数年耐震化が進んだ状況をちょっとチェックしてみると ほとんどが建て替えで、すよね、はい、で耐震補強というのが、まあ、なかなか進んでない中でもって、まあ、そのほとんどがその建て替えということになると、建て替えが進まない地域は、いつまでたっても耐震化が進まないということになってくると思うんですが、その辺はどんなふうに今後、対策を考えておる。 まあおっしゃるとおりで、まあ、あの特にそこの地域というのは高齢化されている地域であの、まあ、木造住宅密集地域が多いということで、まあ、そこの補助の体制だとかやっぱ地域であの今後どうしていくのかというのをしっかりと地域の人でこう説得をしていただかないとなかなかいけない。 っていうところもあるので、まあ、そういう一つ一つ地道な積み重ねていますからね、担当者が区市、えー、町村の人たちと連携をしながら、一つ一つ説得をして回ってるっていう、こういう形になっています、現状としてはですね、まあ。そういう取り組みをこれからも続けていくと。今、最近はですね3.11以降ですね、もしその後の 被災した後にどうなるかっていう形では、あの臨時のまちづくりって言いますか、一括でその地域をこう行政が管理をして、まちづくのひな型を作り直して、そこで建て直していくっていうようなやり方をです、ね、推奨していくっていうのが、災害対策基本法の中でできましたので、まあ今、今後のところはそこを平常時からできるかどうか。 っていうですねやっぱ推進力といいますか、強制力というか、まあ、そこが今の法律体系ではなかなか持てませんので、まあ、一人一人の地道な説得が今の現状かなというふうに思っております、はい、それでは皆さんからご質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。ははいどうぞあの毎日新聞の倉氏と申しますあの今日は あの、丁寧な説明ありがとうございました。三つ質問させていただきたいんですがね。一つはですね、その、都の職員のいざ地震発信した時の危機管理体制なんですね。あの、都の職員が数万いらっしゃいますが、えー、その方々がですね、あの、全員、多分全員なのか、あの、あの役割分担あると思うんですが、その方々が、 自分たちも被災者ですよね、被災者でありながら行政マンとして、まあある意味では自らを犠牲にして仕事をしなきゃいけないという立場だと思うんですけどね、その辺の、なんて言いますか、あの体制づくりですよねあその、あるいは職員のモラルとかいうのも入ってくると思うんですよね、それをどうされておられるのかというのがまず第一点なんですね。第点はですね先ほどいろんな あの発災した後ね、やっぱり72時間とか3日間とか、まあ、とてもその、なんて言いますか、ねあの、都民にね、守ってもらわなきゃいけない、いろんなことがありますよね、それがまだ多分浸透してないと思いますよね、だそれをやはり広報とね、それから訓練という形でもっと本格的にやらないといざ起きたときに物事が動かないような気がするんですが、その辺はどう考えておられるのかです、2点目ですね。 それから、いざ起きたときにね、やっぱり一番重要なのは、ですねそのトップの判断力、決断力だと思うんですね、ガバナーの。で先ほど、このパンフレットを配っていただいたのは、前知事の意向で配っていただいたということですよね。いいこともされてるんですよね、前知事はね。<laughs> まあそういう意味でですね、次はまた新しいガバナーが生まれると思うんですけども、ガバナーのね、 次のガバナーがの時にね。あの起きる可能性が結構高いと思うんですが、その支出ですね。ガバナ、ーそれはあの管理官からご覧になっててですね。どんな支出が必要なのか、三つ挙げてください。以上です。<laughs> はい。ありがとうございます。あの、非常に的確な、また厳しいご質問をいただきまして、ありがとうございます。 あのじゃあ、順番にちょっとお答えさせていただきます、あの都の職員の参週体制なんですが、まあ、モラルも含めてということですが、われわれ防災に関わってる人間、大体100名弱ぐらいおります、まあ、ここはです、ね、あの災害対策住宅、要は30分で都庁に書きつけられる。 体こでそのほかに3500名のです、ね、緊急参集要員現地対策緊急参集要員です、ね、の要員を指定しておりまして、えー、一部はその災害対策住宅に入り何、えー、かあったときは、えー、災害対策のサポートに入っていただくとそしてまたなおかつ 区市町村へもその人たちは行ってもらうそして、えー、警察、自衛隊、消防を受け入れるその公園ですねここにも派遣をしていって体制を取っていくでその他の要因はそれぞれの局のそれから部署の仕事がありますのでその中で、まあ、参集をして、えー、対応していくという形になります。 ですからあの、指定された要員の,の訓練というのは頻繁にやっております、特に総合防災部、我々のところはです、ね、あの訓練回数も非常に多いですしあの、指揮所のオペレーションの訓練もしますし、で実際にもうあの、自然災害だと警報とか出るとです、ね、すぐ連絡体制に入らないといけないですから、まあ、去年だけでも約50回ぐらいですね。 だから週に1回は必ず自然災害の警報だとかそういうものの対応をしてるっていうそういうイメージですただ、あと一般職員がどこまでのその意識レベルにあるかっていうのはえこれはまあ全国レベルよりは高いとは思いますけどあのじゃあ全員がそこまでの危機意識のハイレベルのあるかっていうと多分あの100%ではないと思います。だからここのとことろは あの何回も言いながらですね、看過してこいかないといけませんし、まああの、非常講習訓練とかですね、年1回やっておりますので、そういう中で、全1回は、そういうところ当たるような形にはなっておりますけれども、えー、それぞれのやっぱりここも、えー、トップ中間管理職の意識になってくるのかなというふうに思います、まあ、引き続き私のほうも看過はしていきたいと思います。か2点目のですね あのやっぱり72時間の対応というのは非常に難しくて、都民の皆様もそこのところの理解がまだ足りないんじゃないか、ま,あ、まさにおっしゃるとおりで、えー、いろんなセミナーだとかですね、訓練をやってみると、そこに集まっていただけるのは、だい,たいあの仕事が終わられた方が多い、高齢者の方が多いっていうことです。 あのまあ消防団の人数が減ってきているっていうのも、如実にそれを表しているんだと思いますま。そういう面では、しっかりと今度は、勤務場所とかですね、そういうところでの,その実際に帰れないんだよっていうところを、やっぱりしっかりとあの浸透させながら、ですねまあ,あらゆる手段を今、いろんな。 過去に比べたら相当その訓練回数だとか連携だとか増えていってるんですけどもまあそこをやっぱりしっかりとやっていかざるを得ないのかなとそれからやっぱりマスコミ等でも今あのオレオレ詐欺だとかですね、えー、そういうやつは毎日夕方放送されていてあの非常に都民の皆さんにも浸透してきてるのかなというふうに思うんですけども防災もなんか 毎日なんかいろんなトピックスみたいなのがですね出ていくとやっぱり耳たこじゃないですけどもなんとなくこう上がっていくのかなというふうにたまにしか聞かないとですねやっぱなかなかあのそういうものにならないのかなというふうに思いますであ,のそれあと3点目ですねやっぱりトップの判断力決断力資質三つと言われると、ね、うーん私ではちょっと言えきれないのかなという。<laughs> いうことでここはちょっとですねあの、ご勘弁を願いたいかなというふうに思います。まあ、あの最後に私の言葉がありますので、まあ、そこでちょっと意を組んでいただければというふうに思いますはい、はい、ありがとうございました、ほかにどうぞ、えー、個人会議の執とのあます。ちょっと用語の説明で分かんないのんですが、2ページ目にですね CBRNE ていうのは、ケミカルバ培養、そんなような意味です、これは、CBRNE 災害ってなんでしょう、これ。 C 番。えー、っと、今ですね、最後の E は Explosive っていうですね、爆弾なんですね。だから昔は ABC ってこう言ってました。あのー、核化、科学、バイオですね。で、C がケミカルう化科学です。で、B がバイオですね。から、R が ラジ,ラ,ジラ,ジラジカルかなあの放射能ですねだから今放射、ね、放射性物質っていうのがありますからだからそういう放射性のものをの対象ですね、えー、から N がニュークリア要は核爆弾のほうですねで E がエクスプロッシブということで、まあ、テロだとかそういうところで使われやすくなってきた最近のところを捉えて C ーバーンという呼び方をしています。 他いか、かいいががですかどううぞ。えとあ,ありがとうございましたあの。実は私の知ってるあの家具屋さんがですね、えー、と家具が倒れないそのあのただこういう今あの天井との間をこうやるやつはいっぱいありますけれどもお、えー、自分が家具屋さんでそれで阪神、えー アワ大震災の時に、たくさんの人が家具で亡くなったと。それがいたたまれないので、自分で考案したと言ってですね、特許をま、まで取って、で、いろいろこう、なんか、ちょっと僕は説明はできないんですけど、そういうのを大井町の人が考えてですね、で、あの、実際に、あ新聞にも載ったんですけど、ちょっと私が話した科学欄に載りました。で、そういうような、割とあの、市民のね、いろんなあの、防災のアイディア、 みたいなものを積極的に受け付け付てなかなかあの役所に持っていくと何か商売を自分でするんだと思われちゃうんでやっぱりなかなか動きにくいともうちょっとこうそういうのを受け付けるような場所か何か対応っていうのはできる都の,あの外郭団体のところに中小企業振興者っていうのがありましてで、まあ、そこは今 あの商売じゃないんですけどと言われたんですが、あの都の中小企業のやっぱり興をしないといけないというところで、やっぱり防災グッズだとかですね、防災器具だとか、そういうところは都の,その中小企業の振興者のところで補助金を出しながら、やっぱそこの販売促進とかですね、そういうところは都がまあ応援をしていくような体制はあります、からあと個人的なところでどう載せるかっていうのは、 例えば今も困ってるのがあの耐震ブレーカーってこういうのがありましていろんなメーカーがい,いろんなそのタイプを出してきてじゃあどれがいいんですかって言われると行政としてはそのある特定の分野をです、ね、あのこれですって言うと後で訴えられますのでなかなかその辺難しいところがあるなとただあの今こんなもんありますねっていうところはです、ね、あの例えば あのビッグサイトでやるその防災展の時とかですね、まあ、そういうところにはあのい,いろいろな企業さんは出してくるっていう場合もあります、まあ、地域でやられる時はその地域の,そのどうですかねそのセミナーの時にですねやっぱりその地域のリーダーの方と連携をされて紹介をしていくだとかそういうところはあると思います行政がちょっと推薦するとですね後でちょっと あの法的今の法律ではちょっとちょっと難しいかなという気がしますはいはい他にいかがですかはいどうぞちょっとあの聞こえますかはい聞こえますあのちょっと個別にわたるかもしれませんけれども。 あの電柱の地下化ですね、その先ほど来あのあの、地震が起こった後であので、通電したときにね、あの火災になったり、あるいはあの死傷者が出たりということがやっぱりかなり、えー、実際には大きな問題になるんじゃないかと思うんですけれども、あのただあの、電柱の地下化っていうのは、なんかものすごくお金がかかるみたいで。 あのなかなか電力会社もあじゃあやりましょうということになってなくてあの地下化されてるのはごくあの都心部の一部とかですね、えー、そういうものにどうも限られてると思うんですけれども、えー、これをもう少しですねあの予算化して、えーまあ、23区内までもあの電柱の地下化っていうのをね できないだろうかあの外国では、まああのまあ、先進国ではねあ,のあまり電柱はないけれども、うん、やはりあの基本的なあの防災の柱としてもです、ね、地下化の問題というのはもう少しあのスピードアップして範囲も広げるようにできないだろうかということで今ど,どういう現状にあるかというのを教えていただきたいと思いました。 まあ、まさにおっしゃるとおりでございまして、あのー、しっかりと無電柱化を推進するというところで、今はです、ねあのー、緊急輸送道路ですね、あのー、ここを優先して、今で、無電柱化を図っているところです、まああの、いろんな優先順位を決めながら、まあ、最大限は23個やっていかないといけないし、それを東京都にやっぱり全,全域にです、ね、やっぱり広げていくことが極めて重要だというふうには思います。 まあこれも予算とか、ですねまあそういう知見の問題もこれ、またあるみたいで、そうは言いつつもあの優先順位を決めながらやっぱり進めていくと、特にオリンピックに向けての、オリンピックでやっぱり輸送に使うような道路も、そこのところ、推進していくというふうに今はは聞いていいてますはいよろしいでしょう、じゃあ、そちらの方どうぞ。ははいいどうぞはいあじゃあ に次に、じゃあどうぞえとあの。日経新聞の久保田と申します、今日どうもありがとうございました。 あの平成24年の,その都による首都直下地震想定見直しがあったときにあこれはやらなきゃいけないことが相当多いなと感じたと同時にちょっとあの率直にその抜け落ちてるところもあるんじゃないかということをそのとき思いましたでつまり3.11の最大の教訓がそうやはり残念ながら想定外が生じてしまったでその想定外をいかに減らしていくかということだとすればその前回の想定見直しのときにその想定外はどこまでその潰す作業を やったのかな？ということを疑問にも思いました。で、実際に例えば専門家の話を聞いてると、その首都直下地震とその。 あの、水害がもし複合災害として生じたら、これ例えば地震で、その荒川とかですね、その利根川とかの、その大きな河川の堤防が決壊して、首都に水がダーッと、その押し寄せてくることがあったらどうなるかですとか、その、もう一つは今度原発事故との連動で、その浜岡で事故が起きて、で、それが偏西風に乗って放射能がこっちに飛んでくるっていうようなこととの複合災害も考えなきゃいけないんじゃないか。で、お尋ねしたいのは2点で、その例えば、 はその、大規模水害との連、水害との連動ということを、ある程度検証されて大丈夫だということになっているのか、あるいは今後の課題として積み残されているのかどうか。それと、二番目の質問は、その、今後、その、ま、これは、なんていうかな、その、普段の作業として、災害、ああの被害想定の見直しを定期的に進めていく、そのスケジュールというのはどういうふうになっているのか。この二点をお尋ねしたいと思います。 はいいありがとうございます非常に難しい課題だというふうに思います、私もちょっと24年のときはあの、東京都にいませんでしたので、あのそこのところは、あのどこまで潰す作業をしたかっていうのは、ちょっと具体的に私も答えられないんですが、まあ、あの複合災害、どう見るかっていうところですが、うんえー、基本的にはその、考慮事項としては多分書いてあるというふうに私は認識をしています。 じゃあ具体的にどこまでってなるとえまあ震災というのは広い範囲で必ず起こるんですけども例えば水害っていうのがそのどのような水害を想定するかですけどもまあ台風が来てえどっかの堤防決壊をするっていう大きな被害ですね今単独被害えこれを想定するかいや小さなところが決壊をしてやるかいずれにせよあの大きな地震のところとまあ私が思うの。 個人的に思うんですよで水害は水害としてこう被害の状況を見ていてでその時に複合をどのようにするかでこれはパターンはたくさん出てくるんだと思うんです事前に計画しようとするとだからそ水害の傾向がちゃんとありますので,でそれは非常にその防災の,その対応から比べたらごく限定された対応とあとタイムラインっていうその事前の対応っていうのは結構ある。 部署なので、まあ、それをその状況、発生を予測をしながらですね、合わせていく作業を多分災害対策本部でやっていく、こういう形になるのかなというふうに思います、ですから、あのその知識と対応のやり方っていうのを、やっぱりしっかりとそのプロがいれば、大体対応できるかなというふうに思います。はい もう一つの被害想定の見直しについてあ被害想定の見直しですね、これはやっぱりあの、何か大きなものがあれば、例えば熊本地震でこれは見直さないといけないっていうのがあれば、ですねやっぱりそれはやっていくんだと思います、ただ計画的にあるかっていうと、まあ、そこはなかなか今の対応で、やっぱり不具合が出たら直していくって、こういう形になるんだというふうに思いいますはい、じゃあ、最後にどうぞ。えー 個人会員の村野と申します。私はあのう、との多摩地区に住んでおります。で、この都の防災の訓練とか、いろんな支援の計画とかですね、末端はあの地元のこの自治会単位でやられるんですね、市を通じて。で、私はまあこの500世帯ぐらいの自治会の役員をやってて。 その防災訓練だとかですねそういう防災の啓蒙なんかを、うん、やらされているんですけども、まあ、そこで問題なのは自治会に入らない人たちが、まあ、私のところでも半分ぐらいいるんですねでそういう人たちにじゃあ,一あの災害が起きた時にの救援とかですねから物資の配布とかですねそういうものをどうやったらいいのかと。 例えば家が潰れて助けてもらいたい年寄りがいるけどもあ,あそこはあのその自治会の会員優先だとかですねから物資を救援物資を欲しいと言ってきてあのみんな避難所へ来た時にあのどうせ、まあ、それはあの避難所へはあ組合であの自治会でない人も来ますでそうした時にですねあのその区別をどうするのか例えばその自治会の会費を払ってその訓練に参加したり えしてる人たちは優先す,するっていうのが、人情としてはそ当然なんだけれども、そういうことをは,はっきり言っちゃっていいのかということがです、ね、まあ、この自治会の会議のたびにです、ね、えー、この話題になるんです、そういうことについては、何か指針はございますか。極めて厳しいご質問でございまして、あのー、指針があるかっていうと、そこはあの指針はありません。 あのそれぞれの,そのいろんな問題点を抱えながら、その中で一つ一つ、これは様々、さまざまな現象がさまざまなところで多分、起こってくるんだと思うんです、だからそこで一つ一つ、あの丁寧に対応しないといけないんでしょうけども、あのそこの部分が今、もうあの全国的にコミュニティも壊れてきてますので。 だからそこをやっぱりその小学生中学生からしっかり教育をしていってで今回の熊本地震でも中学生がしっかりとあの機能しただから中学生高校生が動くと大人が動くんです大人同士でやるとやらない人が多いんですけど子供が動いてると皆さんやるんですだからやっぱりそこはその地域のコミュニティでやっぱりその学校と一体となってやっぱそこを動かしていこうっていうような地域もありますので その地域のコミュニティの特性と、やっぱりその将来的にこう使えそうなところていうか、そういうところをいろいろ取り入れながら、やっていかざるを得ないんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、それではこれで時間になりましたので、終わりにしたいと思いますが、えー、今日お書きになられたのは、ですね地にいて乱を忘れずというふうにお書きくださいました。えー、それれでではこれで今日の 会見を終わりにしたいと思いますが最後にあの記者クラブから記念のネクタイを差し上げたいと思いますどうもありがとうございまし、はい、ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたどうもご苦労様でしたありがとうございました